はい、タバコ好きな俺の、喫煙動画。今回はラッキーストライクのボックスです。タールが11ミリのニコチンが 1.0。こちらが値段が、これいくら ?480 円ぐらいじゃんか。値段上がったんだよ、確か。ちょっとググってみましょう。ラッキーストライク。前回も言いましたけど、免税店の話にも、戻るんですけど、こちらラッキーストライクがですね、の、免税、国内で販売されてない、なんか免税店限定のラッキーストライクがあるっていうことを、知ったんですけど、免税店は俺外国人じゃないんでできない。買えない。ちょっとそれ吸いたかったっすね。免税店のね、あ、値段500円です。あ、たっけ。免税店限定で、ラッキーストライクのパターソンレッドってやつと、パターソンブルーっていうのが売ってます。で、そのパターソンレッドっていう方がですね、タール値が、この、11ミリよりも、1ミリ高い12ミリとなっております。吸ってみてえな。じゃあ吸いましょう。昔ラッキーストライクの両切りが売ってたらしいんですよね。で、廃止されたのが、ウィキペディアによると、2003年の11月に廃止されたと。これが一応ラッキーストライクの中では、タールが14ミリと、一番高い。のですが、最近発売されました、ラッキーストライクのエキスパートカット14っていうやつ。これが値段が400円。これが100円安い。まあ、実際吸ったんですけどね。それの14ミリが一応売られてはいると。うん。ぶっちゃけあんま美味しくなかったです。エキスパートカットあんま美味しくなかった。なんか、薄い、軽い。なんか軽い。風味が軽いんだよ。うん。洋木ですね。マルボロとか。丸ボロとかに結構似てる、味ですね。うん。まあ、ラッキーストライクの両切りが吸いたいんで、もう終わったんですけど、売ってないんですけど、このフィルターをちぎってね、これが確かチャコールフィルターなんですよ。このラッキーストライク。なんで、チャコールを通すと、どうしても、風味がやっぱり、減るから。うん。個人的には、プレーンフィルターの方が好きですね。うん、美味しい。ああ、そっか。ラッキーストライクのメンソールもなくなったんですね。そういえば。前あったんだけど、うん、なくなったね。
廃止したのが、メンソールライトボックスが2018年の9月頃に、廃止になっております。うん。そうか、ラッキーストライク500円か。高くなったもんだな。ああ、この洋木の香り、JPS にも似てるんですよね。JPS はこれよりがマイルドな感じなんですけど、まあ、タバコの作ってる会社も一緒なんです。うん。タバコのこの、ラッキーストライクと、ラッキーストライクと、JPS を売ってるのが、会社が一緒ですね。これはブリティッシュアメリカンタバコ。BAT ですね。いわゆる BAT でバット。ゴールデンバットみたいな。うん。当初はパイプタバコとして発売されたようです。ほほう。ウィキペディアに書いてあるんですが、一部で肺がんを引き起こす要素が高いタバコ、かっこ天国に一番近いタバコの俗称があると書いてあります。とも言われているが、銘柄別に発がん率を調査した統計論文の類が、存在するわけでもなく、俗説に過ぎない。これなんかあれなんでしょうね。反アメリカの、これもともとアメリカのね、タバコでしょ？うん。第二次、世界大戦で戦地に赴いたアメリカ兵たちを通じて、世界各国にもその知名度を広げ、戦後においてアメリカ的マッチョイズムの、象徴とみなされる。しかし現在のアメリカでは人気が低下し、1960年代より販売されていたフィルターやライトは2000年代に、国内販売を終わって、両切りのみの販売となっている。でも一応両切りは売ってるんだね。アメリカにはね。ラッキーストライクの両切り推定な。ラッキーストライクの両切りも吸いたいけど、あとキャメルの両切りも吸いたいんだよな。多分ないんだろうな、おそらく。キャメルの両切りは多分存在、消滅したな。おそらく。キャメルはなんか、ナッツっぽいんですよね。味がね。風味がね。ということで、こちら4つ星。ご視聴ありがとうございました。